いえ、別に。この人はどうするんですか？置き去りにする気ですか？元はといえば、あなたが挑発するからいけないんです。トラブルの元になるようなことはやめてください。かわいそうに。この人絶対誤解してますよ。え、でもそれは。ダメです。あなたを一人にしたらどこで何するか分かりません。だから私が見張ってます。なんて言ってもダメです。この人を連れて行けないなら、せめて少しでも安全なところに。彼の妹さんって一体どんな人なんです？紹介しろだなんて意味のない意地悪ばっかり。あなた性格悪いです。そんなことだからいろんなところであらぬ誤解を受けるんですよ。やっぱり一人にできません。行きますよ。言ったでしょ、あなたを一人にできないって。気になります。どうなんですか？
どの口で言ってるんです？やりすぎです。そんなひどいことしなくても。任せてください。
随分としつこい連中だ。そんなにまでしてお姫様を奪還したいというわけか。つまらない、くだらない、そして笑わせてくれるよクレメンス。この程度の連中じゃ役不足なのは分かってるだろう。俺を殺したければ君が直で出てきなよ。どうした、まだか、足りないのか。まさかビビってるわけでもないだろう。部下が全滅しないと出てこれないほど君は小心者なのか。魔王が聞いて呆れるぞ。もういいだろう、そろそろ出てきたらどうなんだ。やれやれ、人前に出るのが恥ずかしい年でもあるまいに。しょうがない、だったら引きずり出してあげようか。ブラボー、さすがはサンス組、孤独の壺で生き残っただけはある。さあもういいだろ、俺の戦力分析は終わったんじゃないのかい。これ以上じれったい心理戦を続けるというなら、俺も本気になるよクレメンス。これが最後だ、出てこいよクレメンス。サクランだって、今俺にそう言ったのか。そのセリフはナンセンスだ、あいにく俺は生まれた時から正気じゃない。あんた存外とまともだな、あまりがっかりさせるなよ。ベルゼバブを継ぎたいなら誰よりも狂ってなくちゃやってられない。見苦しいなまがいもの、もういい、さっさと消えてくれ。へえ、これは？なんだ、俺は無視なのかい？これはまた、君がどうして彼女のことを知ってるんだ？いや、それよりも彼女をどうするつもりなんだ？なるほど、つまりはそういうことか。君の彼女にとってあれは紛れもない仇敵だからな。それもまた仕方ない。どうするんだクレメンス、こいつは争奪戦になってきたぞ。
強烈だな。粋な計らいにもう涙が止まらない。ちょうどいい機会だし、俺たちがその不死身ぶりを試してやるよ。まさか姫様で試すわけにもいかないんでね。ああそうだよ、こいつはベルゼバブの血液を体内に飲んでいる。完全どうかはしてないが、およそ波の方法じゃ殺しきれないのは明白だ。もっとも君のあれなら話は別だが。さあどうする？君は急いでるんだろ。こんなところでもたついている暇はあるのかな。おい、まさか逃げようなんて考えてるんじゃないだろうな。